DF-21 は中華人民共和国が開発した各弾頭搭載可能な準中距離弾道ミサイル。中国人民解放軍の中国人民解放軍ロケット軍にて運用されている。1979年頃より JL-1 潜水艦発射弾道ミサイルの本格開発が開始された。DF-21 は JL-1 の地上配備型である。 1985年頃に開発完了したが、配備が確認されたのは1990年代に入ってからである。2000年代の配備数は60から80発、発射機数は70から90機と推測されている。1990年代中期に、射程と命中精度を高めた改良型の DF-21A が開発されている。省、両省、厚生省、 暗記省雲南省青海省などに配備されている。ミサイルはミサイルサイロのほか電話車両に搭載され道路移動方式でも配備されている。2000年代に入り通常弾頭型の DF-21C も開発中とされる。2014年にサウジアラビアの軍顧問で退役将校のアンワルエシキが アメリカ合衆国の中央情報局の了解で80年代に購入した DF-3 より近代的な DF-21 を2007年にサウジアラビアが購入したという報道を事実と認めたが後に国際社会の圧力で中止され代わりに中国はサウジに無人攻撃機である彩り虹4の工場を建設する契約を結んだとも報じられているしかし 2019年には中国の支援でサウジがミサイル製造施設を建設したことをタイイランで強調するアメリカのドナルド・トランプ政権は隠蔽したと報じられている。また、派生型 DF-21D として対艦ミサイルに分類される対艦弾道ミサイルが開発されており、これは台湾有事の際におけるアメリカ軍などの介入を防ぐための接近阻止。 領域拒否能力獲得の一環である。対艦弾道ミサイルの誘導を行うとされる超音速無人偵察機の WZ-8 と共に戦略爆撃機の H-6 にも搭載できるとされ、射程約 1500km で西太平洋における航空母艦が攻撃対象になる可能性があるとアメリカ国防総省では推測している。赤が DF-21 の射程範囲、ありがとうございます。